この会議は県や県教育委員会警察などが設置しました総務省などによりますと県内の在留外国人は10年前と比べておよそ2.6倍の2万5000人余りで過去最多となり今年1月までの1年間の増加率は全国1位です会議ででは2040年までに県内の外国人労働者が 現在のおよそ2.8倍に増えるとの推計が示される一方、給与水準の低さから熊本の企業が選ばれない懸念や生活習慣や文化の違い、保育施設などでの子どもたちの受け入れ体制の課題などが挙がりました。 今日出された課題を年内にしっかりと各部局連携しながら、また市町村とも相談しながら、政策をですね、年内にしっかり練っていきたいと思っています。次は11月に会議を開き、企業の先進的な取り組みの紹介などを行う予定です。